第一次世界大戦休戦記念日である11月11日は、フランス、ベルギー、セルビアで休日として祝われる終戦と戦没者追悼の日である。英語では、アーマスティスから、アーマスティスデーとも呼ばれる。アメリカ合衆国でも1919 19年から11月11日は、アーマスティスデーとされていたが、第二次世界大戦後、11月11日が、 連邦政府の祝日福音軍人の日として祝われるようになった。11月11日11時はドイツと連合国の休戦協定がなった日時である。2018年には100周年のため出独両国及びヨーロッパ諸国をはじめとする各国が国際的に企画を実施した。データブック国際労働比較2012ミッションエンバシーオブジャパンインベルジャム 大使館案内、在セルビア日本国大使館1918年11月11日、休戦記念日、在日フランス大使館、あわず検達伊藤の多文化主義とナショナリズム、イギリスの事例を中心に、宗教法、53から77、2007、カルベ稽古映画で学ぶ、第一次。 世界大戦桃山学院大学人間科学392010年12月15日ハットベテランズデー、US エンバシーインオーストリア第一次世界大戦の記憶、記録6月30日まで募集中。カレントアウェアネスポータル第一次世界大戦休戦記念日60カ国以上の首脳がパリに在日フランス大使館ありがとうございます。